はい、どうも皆さん、こんばんは、マークでございます。本日3月20日8時22分、残業でございまして、これからお夕飯ですから、ちょっとアップ遅くなっちゃうね、アップロードね。今日はセブンイレブン、セブンイレブン行った。ね、今日買ってきたのはね、厚揚げと、海藻の和サラダ。これね、厚揚げと海藻の和サラダっていうね、こちら買ってきましたね。まずね、これとね、あとこのポテトサラダ、ポテトサラダでしょ。ね、あとこれ初めて食べるね。これもポテトサラダも初めてだ。このザーサイも初めて。これザーサイで、これはね、以前からマークがたまに買う、これ検索メンバー、これ美味しいのよ。あと、これね、金の、カニクリームトマト、ん、金のカニトマトクリーム、金のカニトマトクリームっていう、こちらを買ってきてもらいました。あえたね、とりあえずなんかこの ちっちゃいもんでね、ハイボール飲もうという感じでございますけど、疲れたね。月曜日から残業だもんね。まあ明日休みだからさ、まあ気は楽だったけど。はあ、月曜日の夜に乾杯。おいしい、おいしいね。とりあえずちょっとこれら開けよう。ポテトサラダとか全部開けちゃおうかな。ね、まあ開けちゃいましょう。このなんていうの、チルドっていうのかな、こういう感じのポテトサラダ初めて食べるな。のザーサイとかもね、メンマ負けちゃう。このメンマうまいんだよ。こんな感じ。さーて、ではちょっとポテトサラダから。あ、な、暗いか、大丈夫か、暗くないか。ポテトサラダいただきます。あ、おいしい。うん、なんかあのお弁当とかに入ってそうなポテトサラダ。うん、おいしいよ。これザーサイいただきます。ああ、これおいしいな。これ抜群にうまい。ごま油のね、ちょっとピリッとして香る、ピリッとする。王将でお弁当たまに買うじゃない、あれでついてるザーサイ、あれ美味しいんだね。あれかちょっとたまに最近ザーサイをね食べるようになった。でこの剣先麺もこれ美味しいんだよな。今度いっぱい、すごいいっぱい入ってんだこれ。
バドミンマ、まあ、検索メンマが一番うまい。ハイボールになって最高だ。明日休みなんだからやることいっぱいあるんだよな。本当一日中だらだらしないんだけど、だらだらできねえ。これ厚揚げと海藻の和サラ、なんか健康的でしょ。普段とは違う。なんかセブンイレブンのこのサラダとかなんか美味しそうに見えるんだもん。ね、スーパーとかで売ってるサラダもセブンイレブンのサラダみたいにすりゃいいのよね。セブンイレブンって絶対美味しそうに見せるさ、テクをすごい持ってる。いただきます。抜群に今このドレッシングすごい美味しい。うん、すごい生姜が効いてて、おいしいね。ほんと、すごい生姜が効いてる。何度も言うんだってね。厚揚げと野菜一緒に食べると美味しいね、やっぱりね。でもあれか、豆腐サラダがあるぐらいだから、まあ当たり前っちゃ当たり前か。セブンイレブンのサラダなら食べようって気になってくる。ポテトサラダうまいな。家でも作る。昔はよくポテトサラダ作ったんだよ。いつも実家のポテトサラダがすごく美味しくてさ、それをいつも真似して作ってたんだよ。新じゃがのね、新じゃがの季節ですね。ダメなところか。とりあえずこの金のこれレンジでチンしてくるわ。
5分10秒結構長いの。よいしょ。パスパス金のカレントマトクリーム開けてみます。オープン、プンプン。ああ、結構カニの身がしっかり入ってる。金のカニトマトクリーム。ああ、魚介っぽい匂いがする。トマトクリームだから、あの本当あの クリーミーな赤ではなく、なんていうんだろう、クリーム色してるね。ほんとなんかすごい魚介の匂いがする。カニだけではないような魚介の匂いが。ではいただきます。熱そうだな。抜群にうまい。これ美味しいね。なんかすごい本格的な味がするわ。しっかりあの魚介っぽい旨味がある。うん、こんなもうこじゃれたパスタの方が20年ぶりぐらい食ってるよ。若い時は結構マークもパスタ屋さんとか行ったのよ。もう最近は全然行かないけど。昔は女の子とかさ、みんなどこ行きたい、番号何がいいとか、みんなパスタパスタみたいなさ、みんな言ってたから。で、マークもよく行ったの。うん、これ美味しい。これのミートソースっていうかボロネーゼの方は食べたことあるんだ。あれっちも美味しいね。うん、これはカニの身もいっぱいだし美味しいよ。うん、美味しかった。あんまりお腹いっぱいになんなかったな。もう一個ぐらいなんか買っときゃよかった。でも食べでも高くつくんだよね、意外とね。意外とっていうか意外じゃないね、これは。うん、全部でもまあ高くつく。いいんだけど。美味しかった、これ。うん、美味しかった。そうだね。アップロードまでしばらくお待ちください。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。